まずはサマーライトフェスティバル優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずその今のお気持ちから聞きたいんですけど、いかがでしょうか。そうですね、前半戦苦しかったので、後半いいスタート切れたと思います。まあ、SK3 になってからブレードレースでの優勝ですけど、いかがでしょうか。優勝もなかったのでちょっと苦しい時期続いてたんですけど、まあ、ここでなんとかって感じです。まあ、今日の決勝のレースのことも聞いていきたいんですけども、はい、どのように今日考えていらっしゃるんでしょうか。今日は早めに仕掛けようと思ってたんですけど、ちょっと並びが想定外で、まあ、結果的にはいい位置になったなと思います。まあ、前の方ですごいレースが始まりましたけども、どのように見てますか。そうですね、もうすごい係だったので、もう自分があれできるようにならないといけないなと思いました。ただまあそんな脇本さんが仕掛けた後もすぐさま仕掛けていきましたけど、いかがでした。いやもう終始苦しかったです。はい、古城選手のなもうだいぶいいブロックでした。4コーナーまで、はい、苦しかったです。はい、ただそれを乗り越えてっていうのはいかがでした。いやもう本当になんとかって感じです。はい、ゴールまではいかがですか。まあワンツー決まって、はい、よかったです。まあ、今日勝って今賞金も高額な賞金を手に入れましたが、その意味というのはどのように感じてらっしゃいますか。そうですね、もう前半戦で落車続いてだいぶ出遅れてたので、まあ、ここからしっかり盛り返してグランプリ目指して走りたいと思います。まあ、選手としては後半戦始まったばかりですけども、ね、どういった風に今後走っていきたいですか。まあ、しっかり自分のスタイル崩さずに G1 取って確定させたいです。松木さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。このビッグレースで吉田選手とワンツーということですけども、吉田選手はどういう存在でしょうか。いやもう本当に偉大な先輩です。昨年取ったオールスターがもうすぐ控えてますけども、はい、そこについてはどうでしょう。そうですね、もうそこに向けてしっかり仕上げていきたいと思います。今回の優勝でグランプリに、まあ、賞金が、まあ、上積みしてグランプリにも近づきましたけども、今後の目標を教えてください。まあ、後半戦あと3つ残っているので、まあ、そこでしっかり優勝してグランプリ確定させたいと思います。わかりました。では最後にファンの方へメッセージをお願いします。サマーナイト応援ありがとうございました。来月はオールスターが控えているので、そこはしっかり優勝目指し頑張ります。応援お願いします。